子供プロダクションチャンネルでございます。どうもお疲れ様です。これアナログレコードなんですが、普段私部屋で音楽楽しむときはアナログレコードで楽しんでるんですよ。で、以前は、CD、DAC も持ってて、データでも再生できてたんですが、この部屋で聴くときはレコードに限定しています。それでなぜあのレコードで部屋で楽しむようになったかと言いますと、一つは音質なんですが、やっぱりレコードの音が好きなんですよね。こう有機的と言いますか、レコードの溝と針との摩擦で出る音が好きなんでしょうね。あともう一つ、それはレコードをこうターンテーブルの上に乗せて針を落とすっていうその行為自体も好きなんですよ。DJ25 年以上やってるんですが、そういう行為をずっと繰り返してきたんですよね。20代の頃からそういう風な音の出し方をするのが好きなんですよね、昔から。あとは決定的にやっぱりレコードの方がいいなって思ったのが一つあるんですが、ブラインドテストをしたんですよ、家族の協力を得て。で、同じタイトルの CD とレコードを所有しているものがありまして、それを目隠しして、レコードと CD を同時に再生してこうセレクターで切り替えて、でどっちの方がなんていうのかな、その近い感じがするかっていうテストをしたんですよね。そうするとことごとくレコードの方だったんですよ。ブラインドテストしてくれた家族はもうまるっきり素人なんで、なんかレコードの音がこうだとか CD の音がこうだとかっていうのはないんですよ。もう素人の感覚で、レコードの方がこう近い感覚がする、同じだったんですよね、私が感じてることと。で、CD でもそういう音を出すことは可能だと思うんですよ。例えばクロック入れたりとか、あと、ステューダーの CD プレイヤー導入したりとか、いろいろ工夫すればリアルな音は出ると思うんですが、おそらくとんでもない軍資金が必要になると思うんですよね。それに比べたらレコードの方がどっちかというと出しやすいっていう、ちょっといじっただけでこうなんていうのかな、すぐレスポンスがあるのが、アナログ機材っていうか、出しやすいんじゃないかなと思って、もうあれこれやってると、一つのものがならないんで、もうレコードに集中してそれを自分の理想の形にできたらもう幸いだなって思ってます。人生そんな何歳まで生きるんだって話ですから、なんていうんですかね、資金力とか、時間の問題考えたら、そろそろ絞ってやんなきゃなみたいな感じでレコードの再生に取り組んでます。で、私も例外なく、高音質、自分の感じるところの高音質っていうのをこう目指してるんですが、決して数値ではないんですよね。データで測ったところの数値ではないっていうことです。私にとっての高音質っていうのは、なんて言ったらいいのかな、その曲を聴き終わった後に自分の中に何が残るかっていう感じですね。そういうものが残るような音質、だとすればそれは私は高音質だと思います。BGM な感じでこういくら美しい音だったとしても、聴いた後に自分の中に何かこう残るものがない場合は、私はもう却下してます。私にとっての高音質ではないって感じです。多少音が、歪みがあったとしても、音楽的な作用で私の心の中に何かこう残るものがあった場合は、それは高音質だなと感じています。そういう基準なんですよね。透明感があるのももちろん高音質の一つの要素ではあると思うんですが、有機的でこう心の中にこう訴えかけるものがある音が高音質だなと私は思っています。そういう音を目指してるんですが、またなかなか難しいんですよね。この間電源工事もしたんですが、中域高域のこう良さは引き立ったんですが、低域の方がちょっと痩せ気味になったんですよね。だからで、また元の
トランスに戻そうか戻さないか、まあ、トランスはお疲れ様でしたして新しいそのコンセントだけで、まあ、これからやっていくのか、あとはコンセント自体を変えたらいいのか、ブレーカーを変えたらどうなのか、まあ、いろいろこれから、まあ、実験していきたいと思うんですが、まあ、そんな感じでこういろいろこう、まあ、ディフューザーだとかも含めていろいろ実験して、何か自分の中にこう残るようなあの音を求めて、これから、まあ、アナログ再生引き続きやっていきたいと思います。と言いながらもあのデータの再生もするんですよ、部屋じゃないところで、まあ、例えば車は iPhone で再生してますし、あと出張のジャズ喫茶だとかあのジャズバーに自分のシステムを持っていくときはパソコンと DAC とみたいな感じで、まあ、データでやってます。あと2番目の理由のターンテーブルのようにレコードを乗せて針を落とすっていう動作、まあ CD の場合はあのトレイを開けて乗せて、まあ、ボタンを押すっていう感じで、まあ、簡単じゃないですか。まあ、パソコンであのデータ再生する際も、まあ、マウスでこう選曲して、まあ、ボタンを押して再生するみたいな。レコードの場合はちょっと面倒くさいですよね。袋から、まあ、レコードを取り出してでこう磨いて静電気を除去した後にターンテーブルに乗せて、で針のゴミついてないかこうチェックをして、大丈夫そうだったらそのままこう針を落とすと、まあ、ゆっくり時間ないとできないですよね。そこまでそれを含めて好きなんですよね、まあ、ある意味すごく贅沢な時間だなと思います。だからこそ部屋でこうリラックスするときはレコードで再生してるという感じです。今回はなぜレコード再生なのかについてお話ししました。また面白いことありましたら動画にしていきますのでよろしくお願いいたします。それではまた後ほど。さようなら。